はいどうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はね、伊賀ニンニンボールさんにお邪魔しておりまして、はい、笹田バーンが出てくれました。来ました、来ました。笹田バーン、水ピーチャンネルですか、これ。そうです、出たかったんですよ。もう中も出てるし、中も出てる。本当ですか、はい、ただ、はい、一つ変わったことがあります、はい、笹田プロ14ポンドなんです。そうなんです、はい、そうなんです。そう、噛んでくれました。いや違うんです。そう、まあ、今日はね、はい、そう、まあ、ちょっと喋りましたけど、はい、14ポンドってハンデなんていう。そうですよね。そうなんですよ。やっぱそこちょっと課題に今日の対戦動画撮りたいなという話になりまして、はい、はい、ですので14ポンドで笹田プロのコメント、はい、15ポンドで僕のコメント、はい、まあ、いろいろね見て感じ取っていただいて、そうなんです、皆さんのボール選びの足しになればいいかなっていうふうに思ってるんですよね。私はね、はい、この動画に並々ならぬ決意があるんです。何ですか。私今年はね、もう14ポンドでトーナメントを回ろうと決意してるんです。おー、その前に越えなければいけない壁がそこにはある。それがミズピーなんです。低い壁。壁っていうか、ちょっとした岩ちゃうの。いやいや違います、大きな壁なんです。いや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 、横幅大きいだけやろ。例えば小さい横は大きい。いやいや、はい、ここをクリアできるのに頑張ります。ランキング的には何の壁でもないけど、むしろ崖。逆にくぼんでるぐらいかもしれんけど。まあでもね、はいはい、やっぱりあの同じ重さを同じ回転で投げたら、はい、15のが倒れるっていう理屈はまあ分かります。分かります、うん、ただそれが精度につながっているのかとか、やっぱいろいろなね、そう、はい、うまいこと出し入れとか、そう、それをね、1ゲームの中にいろんなヒントあると思いますので、はい、皆さん見ていただいてね、はい、はい、1ゲーム勝負したいと思いますので、はい、最後までお付き合いお願いします。それではご覧ください。どうぞどうぞ。これやりたかったんです。はい、行きましょう。じゃあ僕はね、はい、笹田プロのハイスポーツさんを尊重して、スペアボールは知りません。はい、スペアボールは知りませんけど、はい、はい、ソリューションブラックを持ってきました、ね、そしてレーンコンディションは45フィートもある。そうですね、はい、で、ね、僕はありがたいことにチャレンジやっていただきまして、その後のコンディションなんで、はい、もう削れております。はい、ので曲がるはず。ソリューションブラック、15ポンド、まあね、ここに違いがあるのかっていうところなんですよね。あー、行きました。あれは15ポンドじゃなくてボールがいいんですよ。コアがいい。コアが、あ、そうか、15ポンドのソリューション、うんうん、あ、ということはもうちょっとね、最新ボール投げてますから、僕も最新ボール急遽出します。おほ、よし、出しますよ。これ出さないとマジックジェム。あー、来ました、マジックジェムの15ポンド。14、いや、言うてたの。14です、マジックジェム14来ましたよ。14いきます。ピンアクションがいいんですよ。これは重さ関係なく見た人多いんじゃない。いや本当にね、そうなんですよ。いや、すごくいい感じがするんですよね。どうでしょう、どうでしょう。ほら、叩く。そうなんですよ、意外にね、はい、意外に14でもピン飛ぶっていうことに最近すごい気づいてるんです。ボールってまず基本入射角やから、はいはい、それはすごいそう思います。そう、ストローカーでもクランカーでも先は絶対動いてるからね、はいはい、動いた角度がどこから動くかとかね、はい、そのボールに対してのいい角度っていうのを研究するのが大事かなっていうふうに思いますね。で、そんな偉そうなこと言って、これ天秤タブとか言ったら恥ずかしいんやけどね。入射角さあどうでしょう、どうでしょう。お、ほら、入射角です。まあ、あの角度は何ポンドでもあれはストライクやわ。あれはストライクですね。あれはストライクやわ。なんならもう8とかでもストライク。8、そう。8ではちょっと分からんけど。8でもストライクな気もする。気もしますよね。8のリアクティブをちょっと持ってないから分からんけどな。でもね、本当あの僕この14を開ける前に、うん、13を投げたんですよ。あ、ね、正直もう13投げてる人の希望をちょっと失わせるかもわかんないですけど、13はやっぱ飛ばなかったんですよ。それが、まあ、名前は言えないんですけど、まああの、まあ、最近のボールやっぱ進化してるからピン飛ぶって言われてるんですけど、まあ、進化する前のコアのボールやったのでそう感じたのかもわかんない。なるほどね、はいはい、そうなんですよ、まあ、あとは笹田プロの本来持ってるスピードで上がってしまうかもわからないね、13打がゆえに、ひょっとしたら、ね、振り子の感じがね、やっぱり、はい、自分のなんていうの、体格に合った重さを投げなあかんと思ってるんですよ。まあ、確かに確かに、それがやっぱりその今時振り子じゃないというものの、はい、やっぱりボールの重さを利用するっていう意味で、はい、利用できないよね、はい、自分の体力よりも軽かったら。確かに、はい、だから無理の重たいのを持つ必要もないし、無理に軽いのを投げる必要もない。軽すぎるのも良くないな、はい、それを見極めるんだけど、やっぱり我々ね、はい、プロショップの販売員の
力ですね。そう、力、力量、技術、うん、はい、まあ、そういう意味で14もね、すごくそう、だから理にはかなってると思う。バランスがすごくいい。そうそう、よく転がってるしね。はい、さあどうでしょう。あー、ポケット入れやんかった意味ないな。さっき言われた。さっき言われてしまった。ポケット入れないで意味ないですけどね。何ポンドでもポケット入れることが大事。そう、でも14に変えて、ぶっちゃけ、はい、まあこの動画で何点出るか分かんないですけど、うん、まあいろんなゲーム数投げましたし、うん、チャレンジも投げましたけど、うん、正直スコアほとんど変わんないです。変わらんか、はい、そうか。まあ、なんならちょっと上がったかなっていう気もしなくもない。なるほど。もうまあね、あの角度でも倒れるし、はい、14でね。そうなんですよ。あれがまあ、ね、13やったら負けててミスったかもわからん。これもね、まあ、今のね、可能性としてはね、うん、なくはないんですけど、14でもあの薄めはちゃんとしっかり食うてくれる。うん、ですよね、うん、そう、本当に14ってすごいなって。ちなみにこのゲーム僕負けたら、僕もあの14ポンド1個開けて動画撮りますんで、はい、そうそうそう、はい、それがね、ミズピーの罰ゲームなの。そう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 、そう、ちなみにこの前マグスミノエさんでね、小林孝之プロとチャレンジやって、はいはい、僕買ったんですよ、はい、あの彼のチャンネルでも上がりはずですから14ポンドが。じゃあ今度小林くんとこ行って負けたら僕も14対決してきたらいいやね。そうです、ね、分かりました。でも負けませんからね。ということは、あの、今日負けた方がネタは増えますよ。そういうことやね。やのにダボってしまった。ダボってしまった。それを踏まえてのサンフレ。さあどうでしょうか。あ、打ち行った。どうでしょうか。やばい。ああ、ほら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 。15ポンドでもポケットいかんかったら6ポンド。6ポンド、そう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 。もうあれはなんなら8でも6ポンド。8やったら5ポンドだと思うけど。いや、いいぞ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 。いいぞ、勝てるかもしれん。希望が湧いてきた、ちょっと。いいやろ、いいやろ。オーケー。やっぱほら、今のね、スロー見てほしい。天秤の倒れ方見た、今。飛ぶんですよ。やっぱり入れ方ですよ、ポケットへの。ポケットへのね。はい、入れ方。いや、上手でした、今の。自分で言うのもなんですけど、いや、もう切れ方、切れ方。もう一回言っていいですか、上手でした。シャキーンって出てると思う。すべてタトゥイチ間違えた。これもう、罰ゲームですよ、こんなんトーナメントで残ったら。うまいよ。さあ、どうでしょう。どうでしょう。あ、うまい。さすがです。取り慣れてんねん。さすが。よう残るから。でもあの、ちょっとミズピーもボーリング経験やっぱ僕より長いじゃないですか。うん、なんかちょっとピート・ウェーバーの話聞いたんですけど。そうですね。あのね、もう20年ぐらい前やと思うんですけど、はいはい、昔博多でキリンカップという大会が年1回ありまして、はいはい、その時に当時肩を怪我されてたと思うんですけど、はい、ピート・ウェーバーとたまたま一緒の例やったの。はい、でその時に、なんかビュンビュン投げてるなと思ったら13ポンドを投げておられて、はい、でもやっぱりね、うまいっす。ただ、僕正直、まだ新人やったし、はい、100ピンぐらい負けたのに十何ゲーム投げて、はいはいはい、で13ポンドの PBA とはいえ負けたなと思ったんですけど、はいはい、でもやっぱりね、ピートもその時は飛ばなくて怒ってた ね。それでもむちゃくちゃラウンドロビンぐらいも行ってたと思うんやけど、でも飛ばなくてやっぱ怒ってた。でも13ポンドでラウンドロビンまで行ってるってもう、そうそうそう、ただのバケモンですね。すごすぎる。それはすごいですね、はい、やっぱ偉大な方やなと思いましたね。すごい方です本当に、うん、はい、じゃあちょっとポケット入れます。おしゃ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 、ポケット入らない、ね、ポケット入らない意味はない。そう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 、ちょこっちのね、難しくない、難しい、むちゃむちゃバックモンツーに感じてる。あ、まずいな。だからミズピーに14ポンド投げてほしいから、ちょっと頑張らなあかんのに。さあ、ソリューション。ブラック。ブラック。ミズピーはソリッドがあんまり得意じゃないという噂も聞いておりますが。そうなん。どうでしょうか。ほら、ほら、ほら、ほら。角度合わんかったら15でも倒れへんの。15でも飛ばないんですよ。そう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 。ね、今のちょっとこう曲がった後にこう、ちょっと弱い、弱い軌道やったね。垂れてるような感じでしたもんね。あれボールが悪いんじゃないからね、あれ俺が悪いんやから。言われなくても知ってるって。あ、そうか、そうです、そうです、失礼いたしました。大丈夫でしょう。オッケー、よし、
ちょっとスペアボールだけはメーカーあまり気にしないでね。いやでもほんまにほんまでもね14いいんですよ。ね。何がいいかっていうのをちょっとこうもうこのチャンネルで語りたい。この14ポンドの輪を広げたい。ね。はい。男子プロで14って今いてるんかな。確か松本くん。高尾くん14じゃなかったかな。いや多分最近15になったかな。でも竹尾プロも一時14投げてた。あ、ほんまですか。竹尾プロも、うん、一時ね。なるほど。え、なんか故障とかされたの。だと思うけどね。思い当たるとかなんかあったんやろうけど。なるほど。松本くん14やったかな確かに。14で投げてた。よう倒れてたもんね彼もね。はい。おれしょ。よいしょ。やるな。よしよしよし、いい入れ方するな。松本プロってね、僕 の, あの同僚なんですけど、いつも一緒に試合行くんですけど、はいはい、プロボーラーであって薬剤師であるんですよ、はい、で彼は多分ね、絶対ストライクの出る薬を持ってると思う。ちょっと待って、めっちゃ真面目な話を。いや今から14とか15とかのその真面目な話をするんかと思ったら、彼は絶対持ってると思うよ。あれ絶対にないしょうもない薬の話じゃない。毎食後絶対すごいですよね薬剤師って。そう、素晴らしい、賢すぎる、はい、すごい。さあ15ポンドのミズピーはどうでしょうか。あれかな、 あれちょっとね切れてはないけど、いやでも今のも柔らかさ、14でも15でも飛んでますよ、はい、今のところはね、ちょっとリリースのタッチが綺麗かったもん自分で。そうですね、柔らかかった、柔らかかった、柔らかかった。いつもはなんてもいつもとガンガン投げてすっぽ抜けようやのに。すっぽ抜けよう、ちょっと意識しますからね今年は。柔らかくいくこと、柔らかくいく、どうしようかな。ちょっとなんかすごいパックンですよね。そう、うち閉じた今ゆっくり。いや大事なことやな、これ。さあどうでしょう、どうでしょう。よいしょ。あ、よし。ダボられた。ダボられた。よし。ダボられた。ちょっとイメージよりは内でしたけども、でも絞りました僕も。絞ったね。こっち側が先に入ったっけな。天秤や。天秤。ショボ天秤やったよね確かね。ボールは割れない。腕がショボ天秤。ショボ天秤を克服してやる。そう。ボールがもうなんかピンに当たるときにお辞儀してますよ。そうそう、ごめんねって言ってたもん。ごめんねって。さあどうでしょうか、ミズピー。お、しっかりリリースしました、しっかり。おー、うまい。ちょっと進化したっぽくない？俺ちょっと進化したよ。進化してましたね、多分。ちょっと今言葉詰まってたけどね、その進化、してましたねみたいな。いや、今のね、手元の技術を皆さん見抜けたら上級者ですよね。そうです、さっきとあんま変わらないけど、ういう、ね、ちょっとちゃうね、ちょっとちゃうね、そう、ちょっとちゃうね、そう、もうああいう細かいとこを皆さん見てほしいんですよね。そうそう、ボーリング、ね、分かった方はコメント欄に。いやほんまに、はい、ね、当たっとった当たりって書きます。外れとったいいねしか押しませんのでね。切ないですね。よし、いきます。あ、打ち行った、打ち行った、うわ、行った行った行った、倒れて、あー惜しい。あれは15やったら倒れてたかも分からない。そんなことはね、そんなことはね、ポケットへまず当てること。今のはちょっとひどいわ、ちょっと今のは手前が食いついたね。いや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 、もう相当打ちでした今のは、うん、いやちょっと絞ろうとして絞りすぎてる。ちょっとね、新しいボール投げていただいてるんで、あのキャッチ感が分が悪いかもわからんね。いやちょっといいとこ見せれてないな。よし、こっからですよ。ちょっと出ちゃった。おお今の分かった方はコメント欄へ。今年のきっとラッキーって書くと正解ですから。きっとラッキーって書くと正解かもわかりません。今年のミズピー強いな。ちょっと頑張ろうね。よし、よっしゃ、オーケー。ちなみに、去年の今頃ぐらいまでは、はい、僕のスペアボールも14やったんです。あ、そうなんですか。スペアボールだけ14やったんです。結構でもそういう選手多いですよね。多い多い、うん、軽いポンド数で投げ切るっていうね。うで調子悪い時に、はい、
調子悪い時に振り回してしまう悪い癖があるところをさらに振り回してしまったから、はい、一旦リセットで重たい同じ重さにしようと思って、はい、今は15にしてるんですけど、はい、そう便座14でいいんですよね。なんやったらスペアボールに関しては14の方がベビー取れる思ってるからね。ああまあまあ弾かれやすいもんね。そう、そういうのは絶対いいと思います。だからやっぱり15になってからベビー下手になった精度がないからまあでもものはねもう考えようですからね。そう縦に2本並んでるピンとかはやっぱり軽いとちょっと難しくなっちゃいますけどね。先の28とかね、はい、ダブルッとはそうよ。あいやもうここ来ないでほしいな。行くよ、そこと行くよ。これやんだらおまたなんかしっかりと、おお絡んだ、おお絡んだ、やばい、ミズピーがいい。この今のこの手元のまたこうしっかり我慢してこの弾き方がすごい良かったです。ちょっと我慢しましたね、今のも、はい、でもセンター移籍はしませんからね、はい、たまに来るから上手ね伊賀でも本当によう打ちますよね。伊賀最近よく打てるようになってきた、ありがたい。いやちょっとまずいので私も負けないです。まだ可能性ありますね。まだ可能性ある、全然ありますよ。オッケー、見ました今の十分じゃないですか。十分、あの薄め14ポンドの奥様たち、奥様だけじゃない、奥様だけじゃなかった。14ポンドを投げてるの奥様だけじゃない、はい、紳士の方もそうです。紳士の方もいらっしゃいます、はい、なんならジュニアの子もいらっしゃいます。ほんまやね、そうですね。そうです、ジュニアの子も無理して15まで上げる必要がないと最近すごく思うようになってきました。ここ今は14、15ですけどまして16、はい、もう僕的には昔に投げてました実際。でもやっぱり16の方が回転少なかったんよ、はい、だからポケット行った時の強みはあるけど、はい、精度がむちゃくちゃ悪くて、はい、僕はもう16は 2度と投げないって決めてるんですけど、どっちか言ったらこれは良くないことですよ、うん、良くないことなんですけど昔とあるプロボーラーが、うん、あのボール穴開けて練習用に重たいボールをあえて作ってたっていう。あ僕もやったことあります、はい、ね、あの、はい、やっぱピン倒れるっていうむちゃくちゃ倒れるらしい、はい、なので、はい、重さを使いこなせるっていうことに関しては絶対大事なことだと思うんですけども、うん、それに伴って精度が下がるっていうことも良くないと思う。そう同じ重さをじゃなくて同じ回転できたらそれは重たい方がいい。重たい方がいいんですけど、うん、同じ回転同じ精度だったら16の、はい、重たいボールの方がいいと思う。はい、けどそれが負担が大きすぎるからそうなんです。総合的に考えてっていう話ですね。そう一つ軽いのでしっかり回すっていうのはありやと思いますよ、はいはい、さあ水 P どうでしょうか。あーちょっとスピード入った。あーやばい、あー倒れたもうちょっとスピード入った。今全く勝てへんやんこんなん。いやまだわからん。239やろ、はい、よしパンチアウトのミスマッチかな。いや俺もすぐ6本するからな。ちょっと強すぎるわ水木。今日いいね、今日ソリューションがいいんちゃう。なんでチャレンジの時にそれ投げないんだ。あーエジクした今見ました、あの14ポンドであの角度9番ピンなんでやねん。佐藤プロ一時声出へんから撮影下げとったのによう喋るね今日治りましたから。治りましたね、元気そうで何よりです。本当に感想でちょっと鼻声ではあります体調は元気です。よかったです、ボーリングも元気が一番。もうちょっと今のショックやな。OK。はい、いやちょっとさっきのチャレンジ中に9番ピン見せてトラウマになったら大丈夫かなと思います。9番と10ピンはしっかり練習しましょうね。でも14であんだけ9残るんですから。そうあの角度はやっぱり出たらね十分じゃないですかね。いい意味で飛ばんかって結果になってもそうなんですよ、しっかり入ってるってことやから、はい、そうあのピンアクションはねすごい前向きで、はい、僕家帰って編集スローにしたいと思います、はい。いやもう14でトーナメントどこまでいけるんかちょっとほんまに。でもやってみてほしい。やりますよ、うんうん、さあその前に越えなきゃいけない。あちょっとボール生かしたぞ。ああラッキー倒れた。あれはラッキー、もうすっぽ抜け、すっぽ抜けてかスピード出ちゃいましたよね。そうその分いやでもすごい、まあレーンとボールが合えばね重さ関係ないっていうところもある。僕これマジックジェム1000
宣伝したいのにソリューションの動画になってしまう。いやマジックジェム僕負けようか悩んでるんですよ今。これねこれすごくいいですけどね。サナダポロ言わジェムクリスタルが欲しいねな僕はな。ほら、まあ、あの10本多分お世辞抜き冗談抜きで今の10本の倒れ方がこの1ゲームの2人の中で一番綺麗かった。本当にこれ本当に本当にいい入れ方したこれねちょっと ね僕の中にねない笹田君のね強みなんですよあの角度。いやいや俺入れれないんですよあえて。いやでもジェムやからこそっていうのもありますよ、ね。まあ、押し込むからねコアがねジェムはねすごくいいです。あー打ちや、あら打ちや、もうあれはしょぼしょぼ。いや本当にあの正直14ポンドに変えて、うん、僕ボールほとんどないんですよ。そうやね、マジで、うん、マジでジェムマジックジェムとジェムあのエキゾチックジェムしか持ってないんですよ。あなるほどでこの2球ばっかり投げ比べてるんですよ。だからなんかこうハイブリッドとファールの使い方の違いみたいのが余計すごいこう分かってきて、ね、いいことや。あのそうです、マジックジェムとかやっぱこうちょっとあの光らしてみたりしたんですよ、うん、やっぱりでもパールのエキゾチックジェムとかやとドライに向かってもバーンって投げていくっていう感じがやっぱり一番いいんですね、はい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 、閉じようとするとやっぱり切れたりしちゃうんです、うんうん、でもあのマジックジェムとかやっぱりサンディングこれポリッシュして、うん、段差のあるとこバーンって抜けたらやっぱりちょっとこうパッて抜けちゃう時があるんです、うん、パールに比べると、はい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 、だからやっぱりこうもう一回サンディングに戻してやっぱりこう、うん、あのなんだかんだ開いて投げるボールなんかなと思ったら結局やっぱりあのジェムクリスタルみたいにある程度こう絞ったラインの方がお色長め使った方がいいそうですね、はい、やっぱり投げやすいなっていう感じが、うん、ジェムのコアはそれでも倒れるからね、はい、十分倒れるからなので一回右へフルボールではないかもわからんね、はいはい、ただこう色合い的にジェムクリスタルの方が単色なのでより絞りやすく見えるんじゃないかな。あ確かにね、はい、それはあるかも。ちょっと開こうと思う人はこっちの方がいいんちゃうかなと思います、はい、あの参考になりました皆さん、はい、まだどっちも買えるはずですからね。まだ買えるんですかね。まだ買えるんじゃないかな。よし、さあ、さあもう一発いいとこ見せてもらいましょう。惜しい。いやでも絡んでる絡んでる。十分。ちょっとボール出しちゃいましたね。はい。45フィートなんで。でもこれだけ見たら。14ポンドやからお前こうなったんやろ。そんなことはございません。そんなことはございません。そんなことはない。はい、オッケー。今日は水谷チャレンジなんで、水谷が打てるレーンにサザダポロが打ってくれたんですよ。いやいやいや、もうそれはもう水谷さんの優しいコメントありがとうございます。オッケー。ペアもジェムで取れる。ね、はい。はいはい、ということでね、まあ、点数はさておき、はいはい、まあ、こういう結果いろいろ喋らせていただきまして、はい、喋りながら投げるって結構本当はしんどいんですよ、はいはい、試合の時は喋ってないですからね、はいはい、まあ、こういろいろ考えながらも、はい、今日は言葉にさせていただきましたので、はい、すごい僕以外の言葉コメントが入ってるこの動画っていうのはすごく貴重やと思いますし、いえいえ、はい、僕の財産が1個増えてありがとうございました。すいません、ありがとうございます、はい、まあ、でもね、僕も勝ちはしましたけど14のボール1回ちょっと投げてみたいなと思いますのでね、はい、ぜひ動画撮りたいと思います、はい、近いうちにアップしますので、はいはい、ぜひ楽しみにしててください、はいはい、ということで今日は1日ありがとうございました。どうもありがとうございました。貴重な経験をしました、はい、ということで今日の内容もよかったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。さっきのね、ヒント正解書いてね。はい、ということでまた次はサザプロのチャンネルもね、はい、また撮りたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。